阪神のメインはタンザナイトステークスです。関西以上のオープン戦のハンデ戦です。芝内回りコースの 1400m、 頭数は11頭です。人気、そして解説高橋さんの本命ともに6番のサトノルパンになっています。高橋さん、そうですね、このところ4着3着、まあ、ここ相手でも非常にいい戦いをしてますし、はい、とにかくしっかりこう折り合って足を食べられれば切れる馬ですから、まあ、そういう系の期待したいですね、はい、そうですね。さあ体勢が出来上がりました。今スタート、各馬きれいに揃ったスタートです。サトノルパンちょっと出足がつきません。後方に下げていきます。1番人気です。さあ先行争いは押して押してこう1点、3番のフォーエバーマーク上がってきました。早め2番手マイネルディアベル、その後ろ西のビークイックちょっと横を伺っています。さらには青い帽子が京和マグナム、内1番のプリムラブルガリス上がっていった。これに加わってシャイニーホーク、そして黄色い帽子が爆心帝王です。名将ヤタロウがいて、ちょっと下がったのが京和マグナム、その外からはオリービン、阪神得意です。1番人気サトノルパンと和田龍二は後方2番手、最後方から久しぶりの芝レース成田スプリングで3コーナーのカーブに差し掛かっています。先頭はフォーエバーマーク、フォーエバーマークが半馬身のリード、2番手マイネルディアベル、その外からは西のビークイックです。名将ヤタロウ、内1番のプリムラブルガリスがいて、そしてシャイニーホーク、爆心帝王は中段の位置、その後ろ人気2頭オリービン、緑の帽子スルスルとサトノルパン、人気2頭が上がっていくのか。内からは京和マグナム、最後方成田スプリングで4コーナーから直線コース、サトノルパンは一番外に出した緑の帽子だ。先頭はフォーエバーマーク、フォーエバーマーク先頭、プリムラブルガリス内狭いところに入った、西のブーイックイック、さらにはマイネルディアベル、大外からサトノルパン伸びてくる。しかし先頭はフォーエバーマークか、西のビークイックか、ここでサトノルパンに変わるか、西のビークイック抵抗する、サトノルパン、西のビークイック、さらにはオリーブ、爆心帝王やってきた。しかしサトノルパンだ、サトノルパン、2着は西のビークイック、3着争い爆心帝王、さらにはオリービンですが、勝ったのはサトノルパン、人気に応えました和田龍二。3歳はサトノルパン、西のビークイックを競り落としました。勝ちタイムは1分21秒7、上がりの3ハロン34秒6、4ハロン46秒3という結果。いや高橋さん、サトノルパン人気に応えましたね、はい、そうですね、スタートがあまり良くなかったので、はい、後方追走という、まあ、いつものメンバーのパターンにはなったんですけど、そうですね、ただ短い直線を意識して勝負どころからはもう早めに押し上げて、はい、4コーナーでは圏内に取り付く形、ただそこからもね、しっかりこう足を使って抜け切りました、はい、単勝だと思いますね。そうですね、まあ、兄にはクラレント、さらにはレッドアリオンなどもいる両決馬ですから。